どうぞるです。はい、ということで本日もこちらドラゴンクエストビルダーズ2実況プレイの方やっていきたいと思います。さあ、ということで、毎日のお楽しみにこちらドラクエをね、毎日更新しているんですけれども、昨日の続きからお送りしていきたいなと思います。監獄島に入れられまして、脱獄を図っているんですが、やっと脱獄するなんていうの、ルートが見えたかな。今から大木槌を、仲間に入れるんですけれども、大木槌がいなくなったことをバレないように大木槌人形かな、を作って大木槌と入れ替えるという作戦をしていきます。ここになんかあるって言ってたの、仕立て台がここにあるって。オッケー、ここぶっ壊して、さ、そのままこれで作ると。お、仕立て台ってすごいな。さ、これで全然足りないじゃん素材が全く足りないんだけど。紐と何かいろいろ必要だな。ちょっと取ってきます。どっかにあるかな、紐とか。さあ、草糸と紐を大量にゲットしてきた。これで、あ、作れますね。大木槌人形。これと本物見間違えるやついないけどな。あ、かわいい。でも見て。大木槌人形めっちゃかわいい。これをこうやって置いて、大木槌を代わりにしとくってことね。オッケーオッケーオッケー。さあ、これを作りました。モンバー作りました。おお、これは可愛らしい。大木槌人形を作ったんだね。すぐにでも抱いて寝たいぞえ。やっぱね、モンバーもそういう気持ちあるんだな。これで懲罰棒の大木槌を助けて、この人形とすり替えればいいんだな。操作ね。そして大木槌に地下道を掘らせればええ。こいつもか、完全に共犯者になりましたね。あとはどうやって懲罰棒まで行くかだ。おい、7番、貴様そんなことで何をやっている。やばいやばいやばい、人形バレちゃうぞ。ちょっとこっちに来い。あ、懲罰棒の掃除に行けって言われるんじゃない今から。遅いぞ7番。監視である俺様に呼ばれた時はいつも全力で走ってこい。7番、俺からビルダーの貴様に命令がある。なんだ？あそこに囚人を監視する見張り台があるのだが、ボロが来ていて台に穴が開いていてな。見張りに立つ時に落っこちそうなのだ。貴様に直してもらいたい。素直じゃねえか。いいよ、頼まれたらやらんでもない。何？教団の監視がビルダーにものづくりを頼んでいいのかだと。7番、許しを願うときと慈悲をもらうとき以外勝手に口を開くな。さあ、はしごを登って、砂で塞ぐのだ。オッケー。ドズル、ちょうどいい。見張り台を修理したら懲罰棒へ行くルートを確認しようぜ。オッケーオッケー。とりあえず上行って、砂あるかな、そんな、まあ、11個あれば大丈夫か。さあ、ここのね、あ、開いてますな。あ、結構開いてるな。割と結構思ったよりがっつり開いてたわ。あー、落ちちゃった。自分も落ちちゃいましたね。おいしょ。ここをきれいに。オッケーオッケーオッケー。こんな感じで。オッケー。さあ、お、どうした？見張り台の修理が終わったんだな。やるじゃないか、ドズル。しかし、あいつら、都合のいいとこだ、いい時だけビルダーのお前を使いやがって、まあ、とはいえこれ砂で埋めただけだから全然落ちると思うけどねそれにこっからじゃ肝心の懲罰棒がよく見えないぞ。懲罰棒どうやって行けばいいんだろう。ん？向こうにもう一つ見張り台があるな。あそこからなら懲罰棒の周りがよく見えそうだ。なんかルートを発見するのかな。よし、とりあえずさっきの監修に報告してあっちの見張り台にも行ってみようぜ。そんなことが、そんな自由行動が許されるのか。もう囚人だぞ一応。さあ、終わりました。見張り台の修理が終わったんだな。遅い。本当はもっと早くできただろう。おい、もう一つの見張り台は壊れてないのか。なんならあっちも修理してやるぞ。8番、なんだその偉そうな言い方は。貴様は口の利き方に気をつけろ。まあいい。では懲罰棒の前にある見張り台も同じように修理してこい。見張り台の前に監視がいる。そいつに事情を話してから作業にかかれ。 OK。 ちょろいなこいつら、本当ちょろすぎるんだよな。さあ、通してください。ん？どうした貴様ら、この見張り台に何か用か。こっからなら懲罰棒の周りも見渡せそうだ言うな言うな、言っちゃうな敵に。さっさと修理して上から、辺りを見てみるぞ。8番、貴様何を堂々と無駄話をしている。また懲罰棒に行きたいか。畑の入り口の監視に頼まれたんだ。この見張り台も修理してほしいってな。見張り台の修理だと。更生中の貴様らにそんなものづくりまがいのことを。じゃあやめにするぜ。せいぜい見張り台の穴から落ちてバラバラになるんだな。ギギ、貴様言わせておけば楽勝だな、ほんと。でははしごで上に登って穴で塞ぐのだって。あ、砂そんなにないぞ。砂以外でもいいのかな。
まあいいや、とりあえず登って違うもので埋めてみよう。砂があと1個しかない。うわ、結構穴が開きすぎなんだよな。砂以外、あ、これも砂か。オッケーオッケー。さあ埋めちゃって完了。見張り台の修理が終わったんだな。それにしても前から思っていたが、教団の連中は思いのほか適当だよな。それな、それな、本当に物を作るなと言っておきながら、いろいろ理由をつけて作らせようとする。この監獄島だって誰かが作ったわけだろ。ハーゴンの野郎の教えとやらは全然行き届いてないんじゃないか。まあいい、見てみろよドズル。ここから懲罰房の周りがよく見えるな。あの奥にあるのが懲罰房ですね。大木槌を助けるにしても監視がいて正面からはいけそうにないが、あ、右か。岩の壁の 上の方にいくつか丸太が出っ張ってるぜ。あそこに渡るのも楽しそうだな。上から行くってこと？おい、7番8番、見張り台の修理は終わったのか。俺への報告はいらん。修理が終わったならさっさと戻って畑の入り口にいる、監視に知らせるんだ。あっちの上から、え、どうやって行くよ。普通にこう上の丸太を伝ってだとだいぶ辛そうだけど、まあ、何かしらの道具を作るのかな。なんかターザンできる道具とか。とりあえず報告しよう、あのちょろいちょろい骸骨に。さあ終わりました。見張り台の修理が終わったんだな。遅い、今度は今の半分の時間でやれ。さあ夕方までまだ時間がある。あとは畑周りで好きに過ごすがいい。カカカ、何もせず己と向き合うこと、それも更生には必要なんだ。ところでビルダー、実は監獄島の夜はとてつもなく暇でな。貴様何か作れないのか。例えばエッチな本とか作れるか。エッチな本は作れないだろ。はい、にしとこ。嘘をつけ、ここにある材料で作れるはずがなかろう。何か、中身は貴様が書くのか。あ、なんだあれ。まあもし手に入ったら砂置き場の近くの岩のテーブル、あの板のテーブルに置いてくれ。そうすれば夜の間暇を潰せるかな。あ、これで夜の間干渉を減らすってことか。どうやってエッチな本手に入れよう。よし、大木槌がいる懲罰房の場所を確認できたな。いいか、ドズル、外に出られるのはお前の牢屋だけなんだ。悪いが俺はついててやれない。あの生意気なスライムと協力してまずは大木槌と、大木槌を仲間にするんだ。後のことは後で考えようぜ。あとはそうだな、一応いつもの囚人とも話して役に立つ情報はないか聞いておくとしよう。もしやることがなくなったら例のベンチに座って、夕方を待ってよな。多分エッチな本をねもらうんですよね、誰かに。荒くれがなんか禁断の本がなんとかって言ってたから、こいつくれないかな。改めて礼を言う、この前はかばってくれてありがとな。確かお前たちは今雑草を破壊する雑用の途中なんだよな。その割には無駄に動き回っているが、まあいい。そんなことよりお前みーちゃんを見なかったか。みーちゃん、猫だよ猫。あいつは俺の癒しなんだ。全くどこに行っちまったんだろう。みーちゃんは骨が好きな変わった猫なんだ。ひょっとすると焼却場にいるかもしれない。いたっけ。もし見かけたらみーちゃんに、声をかけてやってくれ。でもって俺に知らせてくれれば礼をするぜ。礼をされたいな。聞いてよ、君たちこっから脱獄する気なんだって。無理だとは思うけど、かばってくれた俺にいくつかアドバイスしておくよ。こう他の囚人に知られたくないんだが。夜監視たちはいろんなところを見て回ってる。でもあいつらはあまり目が良くないんだ。こっそり後ろを通ったり排水口や木箱の後ろを通ったりすれば案外見つからずに済むかもしれない。とにかく君たちが脱獄に成功すればここに暮らす囚人たちの希望になるだろう。成功を祈ってるよ。まあそうか、言うて仲間だもんなこいつら。え、夜中に外を通って懲罰房の中に入りたいだって。そうです、作戦を言うなって。よく相談してくれた。実は懲罰房には抜け穴があるんだ。どうやら落石が原因らしいんだけど、入り口の屋根にぽっかり穴が開いててね、そっからなら中に入れるはずだ。屋根の上に上がるにはいろんな方法があると思うけど、あとは自分で考えてみるといい。なるほどな。じゃあ上に上がる方法をちょっと見つけて、さあベンチに、じゃあちょっと、あ、こういうバッチャにも一応聞いてみるか。もし監視に見つかったらダッシュで逃げ切れる時もあるから諦めずにダッシュするんだよ。オッケーオッケー。何も我慢、何もすることがないっていうのも退屈で我慢できないぜ。夕方を待ちましょう。よし、今日いよいよ大木槌を仲間にしに行くっていう感じかな。よし、今日の構成はここまで。さあ夕食のキャベツをもらって、キャベツください。さあこいつもね、毎日毎日私たちにキャベツくれますから。さあありがとう。今日も指導は夕飯抜きかな。
永遠に有名死ぬ気だな。もう5日間何も食ってないぞシド大丈夫なのか。じゃ自分の棒に入って、夜を待ちます。しゃあ今夜は忙しいぞ。さあ自分の牢に入れ。朝まで出ることは許されない。よし今日から本格的な脱獄の始まりだと。頑張ります。大木槌今日の夜に仲間にできればいいけど。ドズラは独房で夜が更けるのを待った。ちょっとね仮眠も取っとかないと毎晩毎晩夜にあれだと。よし行くか。ここの隠し通路でここすごいよな。ここの下に階段があるからな。おうドズル、ずいぶん姿を見せなかったじゃねえか。何かあったのか。何、懲罰房に入れられていただと。そいつは災難だったな。あ、そっか、3日間ぐらいこいつらここに置いてけぼりだったわ。よく餓死してないな。でどうなんだ、脱獄の手立ては考えられたのか。ん、懲罰房の大木槌を仲間にしてトンネルを掘らせるだと。だがあいつは理性のかけらもねえ凶暴な大木槌だぜ。あんなやつどうするんだよ。まあいい、その自信ありげな顔、おめえならなんとかしてくれそうだ。あっしはここでお待ちしてやす。どうか脱獄の準備を進めてくだせお前も来いよ。懲罰房を目指すんだろ。だったらまずは地下道を通って焼却場まで行こうぜ。 OK、 じゃあいつものルートで行きましょうか。さあ焼却場まで来ましたが、こっからこの上か。確かねここの上は鍵を開けたんだよな。さあこっから抜け出せるはず。開けましたね、この前鍵を開けたから。さあこっからはもう骨がいるぞ。おお扉を開けやがったんだな。なかなかやるじゃねえか。焼却場からは出られた。あと大木槌がいる懲罰房を目指そうぜ。おっと見てみろドズル、骨がいるんだよな。あそこに看守が嫌がる。看守に姿を見られると捕まって牢屋に戻されるから注意しろ。牢屋に戻されるだけで済むの。さあついてきな。途中までは俺様が案内してやる。マーカスに教わったルートがあるんだ。さあ看守に見つからないようにゴールを目指すと。 OK。 さあこっちかな。あこっちの裏ルートがあるんですね。看守に見つからないようにしないといけないから、さあ行くぜって。この上か。こっち全然骨いないから楽勝っぽいけどな。さあこのまま上に登ってって、こっからどう行くの。だいぶ上まで来たな。ここまで来ちゃえばもう骨は見つけようがないでしょ。こっちか。ここでぐるっと回って、あ猫がいる。にゃー、おう、このにゃんこを囚人の野郎が探してやがった。みーちゃんじゃねえか。みーちゃんに声をかければ礼をするって言ってたよな。無事に戻れたらあいつに知らせようぜ。ボンジル、お前なんでそのことを知っている。お前知らないはずだぞ。さっきの昼間の出来事なのに。みーちゃん、じゃあここにいるよっていうのを覚えておきましょう。で、さあボンジュール、ボンジュール案内してくれ。こっちか。さらに下に行ってって、多分骨の後ろとかも通らないといけない時が来るんだよな。こっち、こっちか。うわ骨いる普通に。これ見つかったら戻されちゃうっていう縛り付きだからな。え、これ見つからないのここ。あ、この下からか。とりあえずここまでは来られたな。こっからは監視にバレねえように排水口を進めって。何、臭そうだと。邪魔しい、臭くねえ脱獄、臭くねえ脱獄なんてねえんだよ。さあ俺様についてきな。ボンジュール、こう女の子に臭い排水口を通らせるっていうね。さあ骨に見つからないように、こっちからこうでいいのかな。合ってる。あボンジュール、そっちか。こっちから上がってって、どっちどっち、こっちだって言ってるけど。いやそんなんバレるだろそこは。今のでどうやってバレなかった今のでなぜバレなかった。骨目が悪すぎだろ。さあ行くぜ。骨大概目悪いみたいだな。さあこっちからどこに向かってるんだ。ドズル、マーカスに教わったルートはここまでだ。こっからはどういくかあんたに任せる。おお、一人いるよ。脱獄したのお前。お、どうやらあれは2号棒のやつみてえだな。あ、同じ棒のやつじゃないのか。監視がうようよしてやがる。地上進むのはまず無理だ。そうだ、もし高いところに登れるなら俺様の背中に乗れ。
俺様のプルプルボディなら高いところから落ちてもへっちゃらだ。どうにかして、ルートを見つけてくれ。さあこの先どう行くかはあんたに任せた。とにかく懲罰棒を目指すのだ。スライム乗れるんだ、やば。あ、乗れた。なんか乗ったらスライム若干でかくなった気がするんだけど。かわいい。上から行けってことだよな。ここは普通に降りて登って、スライム来れる。あ、来れた。お前ワープできるのか。で、ここに乗って、え、ここでジャンプいけん、わー、怖い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 。これジャンプでいけるか、これ。あそこに飛び乗って、あー、危ね。ここはツタに飛び移るしかないな。それか砂場で、あ、砂で足場を作って進んだらどうだ。確かに、それは楽だな。いい方法だ。砂が足場がそんなないけど。怖え。あー、びっくりした。よしよしよし。で、さらにこっち進んでって、足場を作る砂もね、そんな多くないから、ここちょっと、砂掘っとこ。OK。さあ、さらに、ここは足場必要ないかな。飛び移っていいよね。せーの、ポッ !OK。怖え、なんか、高所恐怖症じゃないけど、ちょっと怖いわ、これ。さあ、からの、あっちまで行かないといけないの。懲罰棒遠いな。え?これはどうやって行くの?スライムか。スライムに乗って、え、あっちまでのジャンプ無理じゃね?あ、ここか。ここの下に行けってことか。怖え。よいしょ。おー、怖い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 。さ、からの?これ足場作った方がよくね?足場を作って、OK。これでいけるよね。OK。うぃ、怖え。やばい、落ちそう、落ちそう。結構怖いんだけど。よーしゃ、オッケー。よし、来れた。さあ、こっからは?よし、懲罰棒の上まで来れたな。ところで、あの砂はなんだ?なんだか怪しいぜ。この下になんか階段でもあるのかな?いや、違うな。なんだこれは。おっと、その穴ひょっとして、懲罰棒に通じてんのか?どうする?もし飛び降りるなら俺様に乗れ。そうすりゃ痛くねえぜ。オッケー。スライムに乗ってそのまま落ちるとボヨンと OK。 全然痛くない。で、この鍵を取るんだな。そこの真後ろにいるけどな。 OK。 鍵を手に入れて、真後ろに骨いるけど。おお、なんだその鍵、そいつをどうしようってんだ。よし。で、一番の問題はあいつなんだよな。獄長がいないわけないから、近いっていいかな。獄長寝てる?さあ、こんな感じだったっけ、懲罰棒。暗くて見えねえ。明かりが欲しいよ。こっちか。なんか凍えになっちゃうね。獄長いないな。普通にパッパラパーって言って大丈夫。あ、いけそう。これで鍵を使って、お前静かにしろよ。よっしゃ、懲罰棒を開けられたな。あとは餌をやって大傷を。ガオー、やばいやばいやばい、逃げるな逃げるな。バカ野郎バカ野郎。くそ、噂通りの凶暴な大傷だな。こいつは一度倒さないとダメなんだ。俺も戦うぜって。そんな大きい声、え、全然食らわないんだけど。やばいやばい。こう素手で戦うっていう。頑張れ頑張れ、ボンジュール。ボンジュールに託した。さあ、あともうちょっと。オッケー、やっつけた。さあ、これで仲間にできるかな。おう、見ろよドズル。なんと大傷が起き上がり、仲間になりたそうにこちらを見ているぜ。魔物の餌は、ね、こんな凶暴な大傷にも効果あんのか。使ってみましょう。これね、これを渡す。オッケー、これで手下になった。大傷を手なずけた。さあ、これで地下のまた洞窟を掘れるようになりましたな。そして魔物が、一人目はボンジルだったけど、二人目大木槌、名前何にしようかな。あー、4文字か。難しい難しい。大木槌ハンマーでしょ。何にしようかな。何も考えてなかった。じゃあトンカチにしとくか。
普通に可愛い名前。トンカチ、トンカチ、よし一緒に脱獄頑張ろうぜ。ガル？ガルル。うお、すげえ。こんな凶暴なやつまで仲間にできるとはな。あとはこいつがいなくなっても監視にバレねえように細工しねえとな。オッケー、この中に、大木槌人形を置けばいいのね。これでバレない。よし、大木槌人形を置けたな。うまく身代わりができそうだ。あとはこのトンカチを、あんたの牢屋の下の地下道まで連れて帰れば、今日の目的は、敵は達成だ。さあ、一度懲罰房から出ようぜ。わあ、これ出ようぜっていうことは出た瞬間極超が現れそうだな。大丈夫かな。さあ今んとこ、今んとこ何もないが、ここから出て、よし、あとはこいつをあんたの牢の下の地下道まで連れて帰れば今日の目標は達成だ。いいか、監視に見つかるなよ。まずは懲罰房の監視をやり過ごすんだ。よし戻ってきた。よしよし、どうなることかと思ったが、なんとか戻ってこれたな。うひゃ、そいつが例の大木槌でやすか。無事に連れてこれたんですね。かわいいな、大木槌。うるせえ、やす。もうすぐ夜が明けるんだ。やすや騒ぐんじゃねえ。お前が一番うるさいんだよ。よし、じゃあ今日は一旦、今日の目的は達成かな。うまく大木槌を仲間にして、ここまで戻ってこれたな。これで今日の目標は達成だぜ。明日になったら、こいつに地下道を掘り進んでもらう。脱獄の結婚はいよいよ明日だ。明日？ガルルル。しかし、この大木槌さん、言葉も状況も理解できてないようでやすよ。地下道を掘るなんてこと、できるでやすか。てか、私が昼間、上で作業してる間、お前らで掘っててよ。ドズル、明日、あの晩さんに相談してみてくれ。きっと何か手があるはずだ。それじゃあ、ドズル、俺様たちはここに隠れてる。あんたはいつものように、牢に戻って朝を待つんだ。砂を敷いてベッドで寝るんだぞ。ドズル、改めて礼を言う。ここまではすこぶる順調だ。もうすぐ、脱獄王マーカスの夢も叶う。明日こそここから脱獄できるんだ。よし、脱獄でもこんなスムーズにできるもんなのかな。よし、じゃあ一旦今日もここにまたベッドを敷いて寝ます。明日もう脱獄なのかな。本当にまだなんかもう一癖ありそうだけどな。じゃあ行くぜ。指導をどうやってあれしようかな。あ、副獄長が来たよ。おおほほ。はいはい、皆さん起きてください。今日は抜き打ちで牢屋のチェックをします。出た。まずいぜ、ドズル。ベッドの下の地下道が見つかったら、今までの準備が全部パーだ。はい、動かないでください。おかしなものが見つかったら、即刻懲罰房にお引越しです。頼むぜ、ドズル。なんとかしてやり過ごすんだ。どうすればいいの？頼むぜって言われても。どうした、7番。牢屋のチェックだ。おとなしくしておけよ。こいつ、あーやばい、便所が。どうです、ここの牢屋はおかしなところありませんか。まあ見つけれないだろうな。副獄長様、特に問題はなさそうであります。ふむ、やばい、副獄長が、7番、ビルダーのあなたなら地下道ぐらい掘っていても不思議ではなさそうですが、正直にお答えなさい。何かやましいことはしてませんか。うわ、これ。どっちが正解なの。してないって答えるよ。いや、でも、ビルダーたるもの正直であるべき。いや、でもね、さすがに副獄長に言うわけにはいかない。してないよ。ん？その家はどちらの意味なのです？あなたはなんだか怪しいですね。てん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 。ま、いいでしょう。抜き打ちチェックはこれでおしまいにします。早く公正にお迎えなさい。副獄長様のお許しだ。こう踊りしながら廊下を出ろ。今日も朝の天下に向かうのだ。いや、でも今の副獄長雰囲気なんかちょっと怪しいな。なんとかなったな、ドズル。あとはあんたの友達とこれからのことを話してみてくれ。いやー、ちょっと怖えぞ、でも。ドズル、うまく抜き打ちチェックとやらをやり過ごせたんだな。ただあの副獄長とかいうやつ、ずる賢そうで生意気な感じだったな。最後まで気を抜くなよ。で、今日はどこまで進んだ？ちゃんと大木槌を仲間にできたのか。ほう、仲間にはできたが知性がなくて思い通りに壁を掘らせられないか。7番、8番、貴様らまた無駄しか。いい加減にしろ。貴様ら最近ますます、緊張感が薄れてるんじゃないか。それに貴様らはどうも仲が良すぎる。そうだ、8番、貴様は明日棒を移ってもらう。2号棒にお引越しだ。何？貴様らが顔を合わせていられるのは一生涯で今日が最後だ。せいぜい最後の日を楽しみやがれ。急ごうぜ、どうする。やるなら今日しかない。
副国長に邪魔されたら結構やばいかもよ。さあ今日も朝礼だぜ。うむ、これで3号房の囚人は揃ったな。昨夜2号房から脱獄を企てた者が出た。もちろん途中で捕まえてやったがな。その人間は今頃罰を受けているだろう。ハーゴン様を称える悲鳴を上げながらな。行っていくぞ囚人ども、この監獄島からは絶対に逃げられない。今ビルダーの船が海に止めてあるが、それも今日までだ。明日獄長様が直々に破壊してくださる。なんでそういう情報を言っちゃうかな。さあ希望を捨てろ。そして今日も腐った心を破壊すべく攻勢に励むのだ。こいつらマジ情報ダダ漏れなんだよな。8番聞いたな。貴様は明日2号房へ引っ越しだ。今日はこの棒で最後の攻勢を楽しむがいい。と言っても貴様らにもうキャベツは作らせん。今日も辺りの雑草を破壊しながら自分自身と向き合うがいい。さあまずはいつものように畑に向かえ。今日でもう準備を全部整えないといけないということか。できるかなそんな全部とか。とりあえずモンバーに相談しよう。モンバー、キッシッシ、よく副国長をやり過ごせたね。私も感心したよ。それで計画はどこまで進んだんだい。何から何まで順調なのかい。モンバー何でも知ってるからな。ふむ、大木槌は仲間にできたが知性がなくてうまく地下の壁を掘らせられないか。おいばあさん、ばあさんは魔物の扱いが得意だろ。何か手はないのか。ふむ、そうさね。なんかあるんだな。随分と昔の話だが、大木槌が教団に駆り出されて神殿を作っているのが、見たことがあってね。破壊の教団のくせにやっぱり物がないと困るんじゃないか。確かその時大木槌たちはハンマーの目印が貼られた壁をひたすら壊していたぞえ。あ、知性がなくても目印を作ればいいのか。どうだい7番、ビルダーなら何か思いつかないかい。この目印となるシールみたいな。さあ新たなレシピを思いついた。ハンマーシール出た。まんまじゃないか。このハンマーシールを作ってそこを貼って壊させるのか。さあハンマーシール10個で大丈夫かな。もうちょっとあった方がいいか。オッケー、ハンマーシール40枚作った。これで大丈夫だろう。よし、モンバキシシ、ハンマーシールを作ったのじゃな。そいつを壁にあれば貼った場所を大木槌が破壊してくれよう。うまく使って穴を掘らせるがええ。よし、これで脱獄の準備はできたな。今日でこんな白間とはおさらばだ。それにしても妙な島だったな。こんな島をわざわざ用意してハーゴンってやつは何を考えてやがるんだ。教えってやつも島によってなんだかちぐはぐだし、教えを守らず物を作ってる教団員もいる。名前だけはやたらと聞くが、ハーゴンってやつは大したことなさそうだな。キッシシ、大したことないか。私はそうは思わないさね。私はむしろハーゴンはもう死んでいると思っている。なるほど、確かに椅子にハーゴンいなかったもんな。うん、そうか。そういやドズルも前に同じようなことを言ってやがったな。そして私はこうも思っている。この世界はハーゴンの偽りで塗り固められた世界なんじゃないかってね。私の記憶じゃハーゴンは自らの血で復活させた破壊神と一緒にロトの三勇者に倒された。だけどここの連中は人間も魔物も教団の連中でさえそのことを知りもしないんだ。なるほど、ここはハーゴンの中の妄想の世界ってこと。私はペルポイって町の出でね、ある日ロンダルキアっていう場所に、続く山に迷い込んじまった。吹雪の中をさまよっていたら急にどこかで見たような、でも初めて見るような不思議な世界に入り込んでいたのさ。面白いこと言うばあさんだな。どうした急に。ばあさん、お前も俺たちと一緒に脱獄しようぜ。今の話詳しく聞かせろよ。いや、せっかくだが私は行かないよ。あんたたちの成功はこの監獄島に来る者たちの希望になる。そのためには語り部が必要だからね。7番、いいやドズルよ、これでお別れじゃ。皆の希望となるべく脱獄を成功させておくれ。そしていつの日かこの世界を覆う偽りの衣を、ビルダーのあんたが剥がしておくれ。なるほど、世界のこともだんだん分かってきたな。世界を覆う偽りの衣か。まったくそれっぽいこと抜かしやがって。ばあさんの語りが長すぎて、すっかり話がそれたが、今夜が脱獄の日だ。明日俺は棒を移動させられて船も壊される。チャンスは今日しかない。なんか罠にしか聞こえないんだよな。今日脱獄させようとさせている、感じがしますね。俺は自分の牢の床を掘れるだけ掘って地下道につなげておく。あ、できるんかいお前それ。掘れない壁はハンマーシールを使って大木槌に掘らせてくれ。さあいよいよ脱獄決行だ。
ベンチで夕方になるのを待とうぜ。あ、そうだ、そういえば筋肉マンに荒くれ野郎にみーちゃんを助けたぜって言っとこう。だからなんかくれるって言ってたから。何？俺の愛するみーちゃん、に声をかけてくれただって。恩に着るぜ。みーちゃんはたまに声をかけてあげなきゃ、寂しがっちまう寂しがり屋の猫だからな。おっと、囚人に二言はない。みーちゃんに声をかけてくれたお礼をするぜ。へへ、俺が隠してる武器をあんたにくれてやる。きっと役に立つはずだ。だがここでは渡せねえ。監視にバレちまうからな。そこでだ、隙を見てみーちゃんに会いに行った帰りに武器を隠しておいてやるぜ。焼却場には死体があるだろ。そのどれかに隠しておくから忘れずにか。武器ありがてえな。さあ、じゃあベンチで寝ますか。こいつはできるやつだった。さあ、キャベツ回収して、じゃあ夕方を待ちます。武器が手に入るってことはもしかすると戦闘がありますね。何もすることがないっていうのも退屈で我慢できないぜ。夕方を待とう。じゃあこれで脱獄の夜が始まりますね。よし、今日の構成はここまでだ。自分の牢に戻れ。明日も構成だ。夕食をもらうのを忘れるなよって。さあ、脱獄していくぜ。指導はどうせまたキャベツもらえないんだろうな。さあ、今日もちゃんとキャベツをもらって、よし、指導とまず合流するのが一苦労かな。ここボス戦ないのかな。獄長とのボスがどっかでありそうなんだけど、最後でもね、武器もハンマーも何もない状態でのバトルになるときついから、あの荒くれを仲間につけたのは良かった。さあ、自分の牢に入れ。朝まで出ることは許されない。よし、決行の夜。ハンマーシールを貼って大木槌に壊させてくれって。さあ、空っぽ島に帰れるかな。さあ、夜が更けるのを待って、指導がどこまで掘れるのか。さあ、行くぜ。あ、副獄長全然大丈夫だな。一応ここ怖いけどな。副獄長なんか気づいてそうで。いよいよでやす。脱獄なんてドキドキするでやすね。聞いたぜ、ドズル。明日になれば指導が棒を変えられる。なんでこいつは全部聞いてるんだ。でもってやすの船も壊されるって。脱獄は今日しかないでやす。やるでやすよ、ドズルさん。で、大木槌に壁を掘らせる方法は分かったのかよ。へえ、ハンマーシールか。そいつがあれば地下道を掘り進められるな。いよいよ、いよいよだ。脱獄王マーカスの夢、ついに叶える時が来た。さあ、まずは指導さんと合流するでやすよ。この土の壁にハンマーシールを貼れって。オッケー。どれぐらいの範囲で。おお、すげえ。こんな。おお、強え。すごいすごい。いいね。あ、しかもハンマーシールってこれ回収できるの。オッケー、指導が来た。はあ、遅いぞドズル。待ちくたびれたぜ。すごい、石の壁が掘り出したね。指導さんも無事で何よりです。お前のくどい顔も久しぶりに見たな。元気だったか。ひどいな、くどい顔って。まあ、指導さん、またお会いできて嬉しいでやす。よーし、じゃあちょっと次のとこ行くか。ドズル、そのハンマーシールってやつなかなかいい感じじゃねえか。よっしゃ、この調子でどんどん行くぜ。さあ、どこを掘っていけばいいかな。こっちか。ばあさんに教えてもらったハンマーシールってやつなかなか使えるみたいだな。だが大木槌は土の壁しか壊せねえらしい。土の壁を探して掘らせるしかねえ。土の壁を見つけたらハンマーシールを貼って掘らせるんだ。もし変な壁を掘って魔物でも出てきたら何とかしてくれよ。そんなパターンあるの？魔物が出てくるパターンあるの？他、土の壁。ここにもありますね。おお、見てみろよ。あそこにも土の壁がある。掘らせるんだ。魔物出てきそう。なんか、わあ、出てきた。あ、でもあれですね、魔物いっぱい出てきたけど、指導頑張って。あー、眠っちまう。あ、毒か。いや、みんなで倒せばそんなに強くない。さあ、しかもここで薬草ゲッチュ。さあ、どんどん行くぜ。魔物出てきても4人いればなんとかなるな。あ、ここにもありますね。ハンマーシールを貼って脱獄のルートまでたどり着くのかな、このペースで。あれ、ハンマーシール頼むよ。 OK。 さあ、さらに奥に
さらに。オッケー。もう一丁。あ、なんか続きそう、ここ。悪くね。おっ、こいしょ。このハンマーシールが無限に必要そうだな。あ、これ勝手に折ってくれんの？あ、勝手に折ってくれんだ。毎回一枚ずつ必要かと思ってた。ん？ようやくここまで来たっていうのに行き止まりか？ちょっと待てよ。なんだか水の流れる音がしねえか？なになに？お、ほんとでやす。どことなく潮風の匂いもするでやすよ。おい、どうする？近くに掘れる壁はねえか？もしあったら大木槌にそこを掘らしてくれ。ここか。あ、こっちか。さあ、大木槌頼んだ。これ1枚掘ればまっすぐはずっと掘ってくれるんだな。さあ、海に繋がってるかな。こんなに簡単に脱獄できるんだったら。おお、あ、なんかある。さあ、水だ。これは下水でやすか。最悪じゃん。くんくん、ここなんだか懐かしい匂いがするぜ。モンジル、お前こんな臭い匂いが懐かしいのか。変わったスライムだな。潮風を感じるやす。この先にきっと海がありやすよ。よし、おめえたち先に進もうぜ。ここの下水があって、この中か。あ、こっちか。ああ、腐った死体だ。ウォーン。あ、マーカスじゃないこいつ。うひゃ、見てください、腐った死体でやす。ち、この臭い匂いは腐った死体の匂いだったわけか。しかし妙でやすね。どうしてこんな場所に一匹だけ腐った死体がいるでやすか。放っておくと厄介だ。どうする、あの腐った死体ぶっ倒すぞ。だけど指導さん、あっしら丸腰でやす。武器も何もないでやすよ。うるさい、黙って殴れ、きっとなんとかなる。倒すか。あ、そういえば、あの、あれ、武器を回収するの忘れましたね。さあ、殴れ殴れ、みんなで。いて。おいしょ。いて。オッケー、やっつけた。さあ、腐った死体を倒した。こいつ、マーカスじゃないのかな？違うのかな？脱獄を。違ったな。よし、腐った死体をぶっ倒せたな。指導さんの言う通り、なんとかなったでやす。大人数でタクナグリンすれば意外となんとかなるもんでやす。おい、ちょっと待って。この腐った死体ひょっとして。あ、やっぱそうなんじゃない？ヒー、ドズルさん。この腐った死体仲間になりたそうにこっちを見ているでやす。なるほどね。おいおい、また妙なのに目をつけられたな。なんだってまた。ドズル、頼む。この腐った死体に魔物の餌をやってくれ。オッケー。マーカスっぽいな。脱獄したいんだな、お前も。なんと腐った死体が仲間に加わった。マーカス、腐った死体になってでも脱獄王の気持ちは忘れてなかったか。さあ、じゃあマーカスって名前にしとこうかな。多分マーカスだと思う。マーカス、マーカスの伸ばし棒はこのちょっと可愛い感じで、マーカス。うおー、うごーん。うげげ、腐った死体が仲間になったでやすよ。どうするんでやす。おい、腐った死体、あんたはやっぱり。うごー。ま、仲間になったからには、腐っていようが仲間は仲間だ。全員で出口を探すぞ。ちょっとね、武器回収してきますね。死体の中に隠しておくって言ってたけど。あ、死体の中になんか置いてある。おお、ヒノキの棒。これ、あるとないでは全然違いますよね、装備品。オッケー。さあ、これで進んでいくか。ちょっと今日一旦ここまでにしときましょうか。脱獄もちょうどいいところなんだけど、あんまり動画が長すぎるとね、みんなも、一日一本見てる人追いつかないっていう人もいると思うんで、一旦今日はちょっとめちゃめちゃいいところなんだけど、ここで終わりたいと思います。またね、脱獄していく様子、明日多分脱獄完了するんじゃないかな。監獄島からの、脱獄をかけて、明日も更新していきたいと思いますので、ぜひともね、明日の動画も見ていただければなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。